はい、皆さんごきげんよう、ようちゃんシェフです。今日も元気いっぱいやっていきますよ。ということで今日は、お豆腐がテーマになってます。で、普通にやっても面白くないので、今日はね、地元最大手のね、もうめちゃくちゃ美味しいお豆腐を作られている、会社があるんです。で、豆腐だけではなくって関連食品もすごくこだわりを持ってね、無添加ですごく安心安全美味しいものを作ってる、会社がございます。株式会社無責庵さんの、真帆さん真帆さんですね。はい、どうぞご登場ください。こんばんは。はい、こんばんは。夜の撮影でございます。はい、今回は株式会社無責庵さんの社長森真帆さんとのコラボレーション。株式会社無責庵は1996年に先代の父光一さんが会社を設立、その後2014年に娘である真帆さんが後任に。いつまでも大豆できれいをキャッチコピーに、健康的な大豆製品を日々製造されています。そして真帆さんは国際的なダンサーとしての顔も持ち、自身でバレエスタジオを運営するなどマルチに活躍されているスーパー社長です。そんなスーパー社長が作る大豆製品とようちゃんシェフとのコラボレーションをぜひ最後までお見逃しなく。はい、では食材を切っていきます。はい、もうまずね、まず白ネギからっていうね、全くあの豆腐に関係ないものからやっていきますよ。でも豆腐とね、こう白ネギってむちゃくちゃ相性がいいと思うんですよね。間違いないですよね。はい、間違いございません。もう社長が言うから間違いない。で、今日まあ一番これがまあ一番ね、奈良漬けです。はい、発酵食品なんですよね、奈良漬けってね。すごく相性がいいんです。で、酒粕で早とうりをつけたものが奈良漬けっていうんですけど、まあ、豆腐との、ね、相性がむちゃくちゃいいんですよ。食べたことない。あ、そうなんですね。ああ、なるほどなるほど。ぜひね、今日は豆乳もソースに入れていこうと思っていて、豆乳ってすごく香りが強いじゃないですか、風味が。なので豆乳の風味に負けない食材ってなんだろうなって思った時に、ちょっと今日はね、奈良漬け、あ、いいな、行ってみようと思ったわけなんです。酒粕と豆乳あるんですよ。はい、あ、ですよ。あ、ですよね。すごくたくさんのアイテムを開発されているので、その辺はね、よくご存知な通り。で、その豆乳とめちゃくちゃ相性のいい酒粕で漬けたこの奈良漬けっていうものは、まあ合うでしょうね。ね。でもちょっと想像ができない。で、はい、厚揚げ。厚揚げ？これはお揚げさんですね。お揚げですね。わー、これは。油抜きいらずのね、確かにそんなべちょべちょしてなくって、ものすごく肉厚、もうなんか山田くん座布団1枚ぐらいのね、質量がありますよ。すごい肉厚。これは絶対美味しいやつですよ。これなんかパスタに入れるのがなんかちょっとおこがましいぐらい、もうまんま食べるのがね一番美味しいんでしょうけど、今日は贅沢に使っていきます。油揚げってちょっと火で炙った時にカリッとなる感じがあるじゃないですか。あれをね、ちょっとこうクルトンのような香ばしさというか、ちょっとそんな感じでも使って、はい、いけたらいいなと。で、具としてもソースをねたくさん吸ってくれるじゃないですか。なのでね、いろんな使い方ができるというところでもね、このお揚げさんいいですよね。はい、これは後で炙っていきます、ね、串に刺した状態です。カルシウムがたっぷりなんですね。へえ、お揚げさんをカルシウムたっぷりって思いながら食べる方ってなかなかいないですけどカルシウムがたっぷりなんですね。わあ、それはいい情報です。はい、
なるほど。はい、じゃあ切っていく食材は以上です。はい、ではまずは、オイルからですね。ニンニク、はい、あらかじめね、ニンニクは低温で火を通してます。そして、火入れたタイミングでもう先炙っちゃいますね。はい、じゃあ先にね、このお揚げさん、ちょっとね、炙って香ばしくしちゃいます。ちょっとカリッとしてね、で結構焦げ身がねつきやすいんで気をつけてください。まめにこう焼き加減見ながら、一度ね揚げてるものなので焦げやすいんですよね。でちゃんとコンロの火がね、ちゃんと真っ青に綺麗に出てるやつじゃないとちょっとすすがついちゃうんで、揚げダンス、揚げダンス、なるほど。ちょっとお願いしてもいいですかね、揚げダンス。ガチャ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 。あ、なるほど。あ、小気味いいですね。あ、これはね、やっぱり僕はこの主婦と違うので、やっぱりこの主婦の感性、今ちょっと初めて垣間見ました。はい、ニンニクがね、プチプチとなってきたところで、白ネギを入れていきます。ネギというのは香味野菜なんですけど、すごく香りがねよく出ます。で中からジュースも出てきますので、うまみがすごくソースに移りやすいですね。はい、で焦げ目をちょっとつけていくような感じで火を入れていきますよ。うん、ちょっとね表面にね焦げ目がついてまいります。で今日はサーモン、サーモン入れていきます。なんかどんな風になるか想像できない。ね、でもまあここまではね普通のパスタなんですけど、うん、この後にね豆乳とか、うん、お揚げさんが入ったりで、今奈良漬けがね入りました。うん、こう漬物って火を入れるとすごく甘みが増すんですよ。やっぱ熟成によってうまみが増した状態なんですけど、火を入れてさらにそれが倍増するんで、もうこの熟成さすだけでもうまみが倍増してて、さらにその倍になるので、もうなんかちょっとこう甘みがすごいことになっちゃうわけですよ。はい、でここでお揚げ、これは炙ってない方のお揚げです。入れていきます。はい、いい感じで火が入ってきました。フランベに、お酒を使います。今日は味がとっても濃厚なものばっかりなので、フランベにはジンを使います。だいたい白ワインでね、フランベってするイメージなんですけど、料理が濃い場合はジンとかを使うと、すごく香りが強くて癖のあるお酒なので、それはねぜひ試してもらいたいですね。味が強いもの同士でやっぱ相性がいいんですよ。はい、ここで特選素材を投入していきますよ。はい、しっかりと豆乳が入りました。ミキドさん、お醤油をいただいていいですか。はい、ちょっと今味見したところ少し味が薄いので、お醤油を入れます。お醤油って原料大豆ですよね。そうなんです、大豆同士なので合わないわけがないんですよね。うん、いい感じで味が決まりました。はい、じゃあミキドさん、パスタをお願いしましょう。はい、ありがとうございます。あ、今日やっと映ってきましたね、はい、もうずっと待ってましたから。もう30秒ぐらいかけます、これに。あ、はい、いいですよ。ただただやってくださいね。はい、もうゆっくりやります。お待たせしました、皆さん。ミキトですよ。はい、ミキトですよ。はい、絡めていきます。もうね、
いい感じでもうスープをね、お揚げさんが吸ってもうひたひたになってふっくらしてくれてますし、で、イソフラボンもそうですし、ビタミン E とかそうですね、カルシウムもたくさん入ってる。でこれらの、豆乳とか、お揚げさん、お豆腐に大切な栄養素って何がいいって熱に強いんですよね。ね、うん、なのでポリフェノールとかね、ビタミン C とかって熱に弱かったりするんですよ。なんですけどこういう豆乳って熱を加えても全然その必要な栄養素っていうのがねそぐわられないっていうのはすごく作り手にとっては使い勝手がいいですよね。すごい、そんなことまで。あ、そうなんですよ。やっぱね、熱を入れてしまうことによってやっぱ栄養素が分解されてしまうと本当本末転倒になってしまうので、やっぱりね それはいいことですよね。熱々でもね、摂取できるっていうのはね。はい、盛り付けていきます。いや、お揚げさんがもうちょっと破壊力がやばいですね。もうなんかジューシーで、で普通のクリーム、生クリームとやっぱり違うのがちょっと豆乳がね少しこう固まってきてちょっとそぼろっぽい、感じになってきますね。これがまたなんかちょっと食べ応えもあっていいんじゃないかなと思います。はい、ここで一番初めに焼いたお揚げさん、これもねクルトンのような感覚でちょっとカリッと香ばしく食べてもらえたらなという感じですね。で胡椒かけます。と粉チーズですね。豆乳とチーズってむちゃくちゃ相性がいいので、ここでねしっかりこうチーズでまとめていきます。もうこの感じになってくると、あ、やっぱりイタリアンだなというふうな感じの雰囲気にはなってきますよね。はい、もらいます。はい、ありがとうございます。はい、完成しました。さあ、いかがでしょうか。はい、できました。すごい、いやーめっちゃ美味しそうですね、我ながら、うんうん、はい、素晴らしい。ちょっと待ってください、真帆さん、これ何ですか、この美味しそうなパンは。これパン、このパンは豆乳パンです、はい、豆乳パン、はい、卵不使用、はい、卵不使用、天然酵母、あ、天然酵母、はい、わー、いいですね、うん、いやーこれちょっとソースにディップしたい、はい、ね、うん、でも先にパスタ食べちゃいましょう。はい、ということでいただきます。いただきます。楽しみ。いや、どんな味がするか本当に想像ができないです。想像ができない、想像ができないです。いただきます。いただきます。そんな反応できるかな。おいしい。これは素材の味ですね。いや、もうなんか、奈良漬けと、奈良漬けとね、豆乳が、うん、何ですかこれって感じですね。相性バッチリでしょ。うん、バッチリです。これはあー、いつもは食べてるんだけどな。美味しそうだな。すごい美味しいですよ。さあ、パンも、パンもいただき、パンもいただきましょうね、パンもね。パンとか食べたことないな、このチャンネルで。ちょっと雑音どうにかできませんかね。どうぞどうぞ。もうめちゃくちゃいますよ。奈良漬けが、はい、しめじみたい。しめじみたい。奈良漬けが、奈良漬けがなんか きのこみたい、きのこみたいな感じがします。そんなことあります。ちょっと信じがたいですけれど、いただきます。すれむせた。ちょっと僕の教室の見せ場。
うん、あ、豆乳のクリームの豆臭さというか全然消えてて、すごい、うん、合いますね。やっぱね、製法にちゃんとこだわりがあって、素材にもこだわってるから臭さが出ないですよね。そうですね。ほとんどのものが常温に置いておくと、このパンもカビが生えるんですよ。カビが生える。そうなんですよね。そうです。豆乳も腐敗するんですよ。固まっちゃうんですけど、そういう保存料とかそういうものが入ってないから、うん、入ってないからです。すごいです ね。最近はね、もうコンビニで買ったおにぎりが腐らないって言ってね、はい、まあ話ですけど、すぐに腐ってしまうというのは、でも我々からしてみたらものすごく価値のある素晴らしいことだなと思うんですよね。はい、いただきました。美味しかった。ペロッと食べちゃいましたね。素晴らしい。豆乳ってね、すごく我慢して健康のために飲むみたいな、そういうイメージを本当に払拭してくれる食材の提供でした。ものすごく美味しかったですよね。美味しかったです。これね、本当にね、私の腕だけでどうにかなることじゃないんですよ。やっぱり、ね、物が良くないと、こんなにこう臭みなしで、でえぐみなしで作っていくのって難しくって、ね、食品提供していただいた時に、あ、これならちょっといいもの作れるなと思ったんですね。うん、ということでね、本当に今日は美味しく食べることができました。はい、はい、ということで今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。